はい、とスーパーロボット対戦 Z 実況プレイパート141やっていきたいと思います。前回はですね、オーバーデビルに取り込まれてしまった、シンシアやゲイナーや、サラとかね、あと師匠名前なんつったっけか、名前がパッと出てこないね。あ、そうそう、ガウリオ、をまあ助け出して、まあ、オーバーデビルも倒してっていう話でしたね。でまあ新たにね、新しくジンバっていう機体と、ドミネーターが加わりまして、これでねまた次の戦いに挑んでいくわけですが、とりあえずそうだな、これやってなかったな、この辺つけておこう。エネルギー消費だからこれ特に問題ないな。はい、彼女とにかくパイロット性能が凄まじく高いんでね、頼りにさせてもらおう。はい、よし、それでまたね、パーティー新しく組み直したので、とりあえずこれで次に進みたいと思います。最近ね、一つの話でなんか、2時間半くらい戦ってるの多いんだよね、か会話が多くて。要塞アルゴル司令部。お分かりいただけましたか、相当。S1 星が地球の未来。同じ血を分け合う先祖と子孫が、戦っているのかもしれないのです。このような戦いはあってはならないものです。スカルムーン連合から離脱し、我々は次なる地を目指すべきです。全ては遅かったのだ、アフロディア。とうとう地球洪水作戦をシミュレートした時から、わしは地球と S1 製の関係に薄々ではあるが気づいていた。それならばなぜ国戦の決行を指示されたのです。全ては S1 製の民のためだ。同胞が殺し合うことがでしょうか。この要塞アルゴルはもうすぐエネルギーが尽きる。そうなっては S1 製の民たちの眠る冷凍睡眠装置も維持できなくなる。それでは、そうだ、装置の停止は民たちの死を意味する。そしてもうアルゴルには悪空間飛行を可能とするエネルギーもない。残された手段は一刻も早く地球を手に入れ、民たちに安住の地を与えることだ。し、奪う必要ないでしょ、普通に済ましてくれっつって済めばいいじゃんね。スカルムーン連合はすでに最終作戦に入っている。キラー・ザ・ブッチャーすら失敗が続いたことに焦りを感じているからな。あの破壊魔か、どうやらすでに精神が壊れたらしい。この数日は神の名をブツブツ唱えながら周囲に当たり散らしている。だが心配はいらん、アフロディア。わしは地球人全てを屈服させるための力を手にしている。もっともそれは最後の手段であるかな。それは何なのです、相当。いつの間にそのようなものを。変わったな、アフロディア。何がお前をそうさせたのだ。ん？マリンか。マリンがお前の心を溶かしたのか。と、私は、女だな、お前も。やはり女には戦闘司令官は無関。私は弟を殺された時、女であることを捨てました。確かにお前は男以上に戦ってきた。もう女に戻っていい時だ。私の司令官の任を解くとおっしゃられるのですか。すでにネグロスがその地位についている。そして本来なら敵に情けをかけられたお前は鉄の戒律により処刑されねばならん。相当に進言をすると決めた時からその覚悟はできております。お前を死なすわけにはいかん。なぜです。それはお前が女だからだ。アフロディアよ、わしのものとなれ。とうとう、あなたは私にとって上官であり、父親です。これからもずっと。忘れろ、アフロディア。地球も、マリンも、すべてを。お前には謹慎を言い渡す。とうとう、私は、何もかも忘れろと言った。もうすぐスカルムーン連合は最終作戦を仕掛ける。そのために、各軍は月面を立ち、ゴーマに集結している。アフロディア。
わしの腕の中で勝利の時を迎えるがいい。カットラ総統。戦いまた宇宙なのかな。オースク海。どうなんです、ノーマンさん。ドロシーさんは治るんですか？非常に難しい状況にあります。メモリーサーキットすべて、およびその、0分の 1? なのかな、周辺すべてが摘出されております。部品ならシャイに発注すれば必ず見つけてくれるはずだ。早く直してやらんか。いえ、パーツ自体はここにあるのです。ドロシー。じゃあ、早くドロシーさんを直してくださいよ。パーツを組み込めば、ドロシーはまた動けるでしょう。ですが、メモリーは一度フォーマットされている。つまり、それは記憶を失ったのと同じというわけか。そんな、じゃあドロシーは私たちのことを忘れちゃってるっていうの？残念ながら、万丈様のお見立て通りでしょう。パラダイムシティ、メモリーが失われた町、その町で生まれたドロシーも、メモリーを失うことになるなんてね。ノーマン、ドロシーにそのメモリーサーキットを組み込んでくれ。でもロジャーさん、失われたメモリーは戻ってこない。打つ手がない以上そうするしかないだろう。どこに行くんだロジャー。アラン・ゲイブリエルとその主についての話を聞いてくる。あいつか。夕食をご馳走するはずが販売機のコーヒーになってしまったことを詫びよう。そちらの約束は次の機会ということでいいわ。では聞かせてもらおう。君がどこで誰からドロシーを受け取ったのかを。話したくないのか。あなたが知りたいのはそれよりも誰があの子をあんな目に遭わせたかじゃないの。その見当はついている。アラン・ゲイブリエルの雇い主、それはアレックス・ローズウォーターだな。根拠は、パラダイムシティはこの世界において独自の意味を持っているとしか思えない。シュバルツ・ゲルトの語る真実、ビッグ号の中にある黒歴史のデータ、そしてあの町の住人のメモリーの消失、それらは何らかの意味を持ち互いに関係していると私は見ている。私やドロシーに手を出すとしたら、あの町の王を気取るアレックスしか考えられない。さすがと言っておくわ。奴は何のためにドロシーをさらった。君は何を知っている。一体君は何者なのだ。私だって全てはわからない。でもあなたと私の出会いは定められたものだと思っている。運命だとでも。そう。そして彼女もね。節子のことか。ブレイクザワールドの後、彼女がパラダイムシティに現れたのは偶然ではなかった。彼女は選ばれたということか。そう。あなたと同じようにね。あなたはビッグ王の、メガデウスのドミナとして存在している。持って生まれた定めとして。私は運命論者なのではない。確かに今の私の知らないメモリーによって、私はビッグ王と出会った。だが、それはそれまでのこと。出会った後に私とビッグ王がどうするか、何を目的に生きるかは私自身が決めることだ。たとえ、私が誰かの目的のために生み出された存在だとしてもだ。私たち、似た者同士みたいね。君が自分の運命を自分で選ぶのならそうなのだろう。そう生きたいと願っていたわ、いつでも。君が私にシンパシーを感じているのなら教えてくれ。パラダイムシティとは何だ？あの街はこの世界で何の意味を持つ。あの街があるべき場所は地図上では何も存在してない。だが事実として存在している。あの街は大得意点なのか。違うと思うわ。でもあれは世界から隔絶された特別な場所。対極へ至る道の途中にある箱庭のようなもの。なぜそれが君にわかる。それが君のメモリーなのか。わからない。私はもう自分が何者であるか、自分が何をしたいかも。エンジェル。オーバーデビルが倒れた今、気になるのは百鬼帝国の動きだな。ああ、ここに来て奴らは一気に戦力を増強させたからな。あの強化百鬼兵もそうだが、ヒドラーの死の間際の言葉が気になる。時空制御装置か。ケイ、君はどう思う？言葉通りの意味で受け取れば、百鬼帝国は時空を制御するシステムを完成させようとしてるんだろうな。打電書は次元の壁を越えて出現し、黒歴史の最後には大規模な時空振動が起きたことが推測されている。
それらを研究してた百鬼帝国はついに自力で時空を制御する術を手に入れたということか。ならば百鬼帝国に攻勢に出るべきだ。奴らが時空修復を行ったら、この世界は鬼のものとなってしまう。落ち着けアテナ。百鬼帝国が時空制御に成功したとしても、大得意点に接触しなければ時空修復はできないはずだ。大得意点。時空振動によって生じた時空次元の歪み、時空を振動させたエネルギーが集約されている地点ですね。その通りだ。時空を制御するということは、そのエネルギーを転用することを意味する。時空振動を発生させるぐらいなんだから、すごい力なんでしょうね。時空を制御するということは、言い方を変えれば結果を制御することと同じ意味だ。結果の制御って、つまり好き放題ってことじゃないか。理論的に言えばな。例えば、お前を女にすることも可能だ。どうやって？無限に存在する平行世界から、お前の同位体が女性で存在する世界を見つけ、彼女と今のお前の肉体をすり替えればいい。元は同じ存在なのだから、すり替え自体は問題なく成功するだろう。無論、そこまで都合のいい平行世界が存在するかは別問題だがな。とんでもないことなんだな、時空制御ってのは。その性質もさることながら、それを転用して得られる量的なパワーも莫大であるだろう。時空振動を発生させるエネルギー、いわゆる次元力。時空制御装置が完成したならば、時空修復の手段として使われなくとも、無尽蔵ともいる次元のエネルギーを引き出すシステムというだけで恐るべきものと言える。ああ、俺たちも時空修復の鍵の得意点だっていうなら、このエネルギーを自由に使えればいいのにな。そうしたらどんな敵が来ても怖いものなしだろうな。だが、時空を修復するには時空振動の残った資源の地点とも言える大得意点への物理的な接触が要求される。そしてそれがどこにあるかはまだ判明していないのですね。シラムとエマンは各地に部隊を派遣して調査を進めているけど、今のところは手がかりも見つかってないそうよ。そちらの方はシラムとエマンに任せるしかない。俺たちのやることは一刻も早く百鬼帝国の本拠を見つけ出して奴らを叩くことだ。でもその前に補給を受ける必要があるわ。オーバーデビルとの戦いでこちらもかなり消耗しているしね。久々の日本か。少しは俺たちも休めるといいな。うん。そんな暇はございません。どうしたんだいな、そんなに慌てて。サンジェルマン城に付近にスカルムン連合の部隊が投下したとのことです。バカな奴らだぜ。俺たちが日本に向かってるってのに、その行き先に現れるとはよ。あまりにもタイミングが不自然だ。奴らの狙いは最初からセウスなのかもしれん。俺たちの進路に先回りしちゃったのか。その可能性が高い。で、俺たちに仕掛けてくる以上、それなりの自信があるということだろう。まさか。このまさかだろう。どういうことだ、おい。俺たちを待ち受ける敵、それは、風見博士だ。ついにな。第53話、歪んだ裁き。この手で風見博士を、撃つことになるのかな。奴らをおびき出すついでにせっかく挨拶に来てやったのに、スタンドマンめ、留守だとはな。どうしよう、スタンドマン様がトリニティ市にいてる間に敵が来るなんて。落ち着きなさい、チール。日本は新地球連邦に加入してるのだから、もうすぐ軍が来てくれるわ。ゼウスの協力者め、スカルムン連合に歯向かったことをあの世で悔いるがいい。どうなってんだよ。連邦軍はまだ来ないのか。今情報が入った。軍は太平洋上で何もなかった交戦中らしい。じゃあこちらには来れないってこと？大丈夫よ、みんな。よし、行くぜ。ニック、グロマフリデン。俺もね、やっときゃいいのにね。皆さん、無事ですか？エイナさん、来てくれたんですね。来たか、ゼウス。だが貴様たちはここで終わりを迎える。やっぱり風見博士か。ゼウスの戦力を知り尽くしたわしがいる以上、貴様たちに勝ち目はないわ。うるせえ。裏切り者の脅しなんかにビビる俺たちじゃねえぜ。威勢がいいな、カッペイ。だがわしの用意した軍団の力を知れば、そのような口も聞けんぞ。
みんな気をつけろ。博士の言葉は張ったりとは思えん。博士がエレダーに着いた以上、コスモザウルスの動きには注意しろ。ジュリー、やはり戦うのか。あ、博士は俺たちが止めてみせる。わしも覚悟を決めた。今までの恩返しも込めてやってるぞ。笑わせてくれる。ゴッドシグマを開発したわしに勝てると思うなよ。確かにゴッドシグマを作ったのはあんただ、風見博士。だが、その力を生かすのは俺たちだ。あんたの想像を超える力を見せてやるぜ。来るがいいゼウス。ここが貴様たちの墓場だ。ベガ大王、自ら前線に出てきたか。お父様、もうおやめください。スカルムーン連合の先兵となったベガ星連合軍は、もはや壊滅したも同然です。それなのに、なぜ戦いを続けるのです。黙れ、ルビーナ。失礼をして、デューク・フリードの元へ走ったお前などもう娘ではない。ベガ大王、怒りと憎しみで、親としての心まで失ったか。私も、お父様が決別します。人々の幸せを自らの欲望のままに奪う、ベガ星連合軍を私は撃ちます。いいだろう、ルビーナ。お前もろともゼウスをここで叩き潰してくれる。誰がお前なんかにやられるかよ。前の世界からの決着、ここでつけてやるぜ。どんな罠を用意しようと、やられる俺たちじゃない。覚悟しろ、ベガ大王。俺たちは守るべきもののために、お前たちと戦う。あー、これ3人の連携で倒してえなー、できればね。とりあえず偵察を入れましょう。待てよ。出局か、もったいねえな。こっちだ。風見はどこにいるんだ。これかな。よし。まあとりあえず加速と迅速だけで、まずは敵に接近しましょう。こっちに来たわけだな。押しやすいな、この辺は。よし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 。敵ちっちゃいからな。これまで結構硬い敵多かったからさ、すげえ楽に感じる。あ、ねか。ジンバね、基本的に多分サラの機体だと思うんですけど、乗せ替えができたので、ガウリさんにね、乗ってもらいました。ガウリさん、格闘の方数値高くて、
多分サーラーよりどうなのかな、ステータス高いと思うんで、とりあえずこっちにしました。あの PLA の攻撃とか、まあ、全部の攻撃格闘なんでね、多分サラよりはいいのかなっていう印象。ただね、この人地上、空 B なんで、空飛んでると回避率が多分下がるんだよね。ここは気をつけないといかんね。今回場所が場所だけど、ゼラバイアとか関わってこねえのかな。すげえ努力。反撃。よっ。よっ。忙しい。はいはい。さすが。はいはいはい。おいいね。はい。部長。当ててくるか。危なーい。どこボロい。危ない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 。めっちゃ狙うやん。次もワンチャンだった本当に。客式はなんか5段階強化でも過信できないね。じゃあ集中。鉄壁。迅速いける？ここだけでいいかな。
よし。これもな、あんま突っ込むとやられるかもしれないからな。7ターン以内、オッケー。よっよっ、まあ、当たりない。よっ、12パー出てきやがった。ここで撃ってもな、そんなにいないもんね。ああ、こうなりいけるか。よしよし、ドミネーターの戦い見たことないね。ミンシアの戦い見よう。こいつは任せてもらう。見てくれた分は働いちゃうよ。やる。まあ、このくらいをねやってもらわないと。シベリアだって大事な場所なんだ。宇宙人に渡してたまるか。オッケー。みんなちっこい飛行機ぐらいね軽く落としてもらわないと。